エドモンストンは、カナダのニューブランズウィック州北西部、セントジョン川とマダワスカ川の合流地点に位置する。エドモンストン市のフランス合和者は98%に、上り、州内で、最も比率が高い。仮に、マダワスカ軍全域で見ると、ケベック州外では、北米で最も大きなフランス系コミュニティになる。イギリス植民地時代、アメリカとの国境紛争の中心となった。 これは、マダワスカ共和国が現在の国境付近を領土としていたことによる。現在もエドモンストン市には市長に、マダワスカ共和国の国家元首の称号が与えられる伝統が残っている。都市の名はもともと、プティ・スー・リトル・フォールズと呼ばれたが、1848年から1854年にニューブランズウィック州の副総督を、 1854年から1861年にカナダの総督を務めたエドモン・ウォーカーヘッド卿の名をとって1850年に改名された。サンジャンガーとその支流のマダワスカ川流域に開かれており、対岸はアメリカ合衆国のメイン州となっている。気候は内陸にあるために非常に寒冷であり、1月の平均気温はマイナス12.9度。 最低平均気温はマイナス18.7度に達し、氷点下40度以下まで下がることもある。過去最低気温は1919 19年6月3日の37.2度、過去気温は2009年1月16日のマイナス43.6度である。エドモンストンはフランス語母語ア社が93.4%を占めるフランス語圏である。2006年調査によると、 人口の62.8%が英語も理解できるバイリンガルであるが35.7%はフランス語しか理解できない。マダワスカ川に架か,かる橋林業が都市最大の産業でいくつもの製材業や製紙業の企業が入っている。毎年6月に開催される音楽祭、毎年8月に開催される規模の大きいフランス系の祭り、市郊外にある植物園で モントリオールイ島では、最大規模。スタティスティックカナダ2006コミュニティプロファイルズコミュニティハイライツ4エドモンストン。2008年5月15日閲覧。スタティスティックカナダ2006コミュニティプロファイルズコミュニティハイライツ4エドモンストン。2008年5月15日閲覧。デイリーデータ。レポート4ジャニュアリー2009。 カナディアンクライメートデータエンバイロメントカナダ2016年10月24日閲覧エドモンストンニューブランズウィックカナディアンクライメートノーマルズ1981-2010エンバイロメントカナダ2015年3月24日閲覧エドモンストンニューブランズウィックカナディアンクライメートデータエンバイロメントカナダ2016年10月24日閲覧エドモンストン フレーザー CO。カナディアンクライメートデータ、エンバイロメントカナダ、2016年10月24日、閲覧、エドモンストン、ニューブランズウィック。カナディアンクライメートデータ、エンバイロメントカナダ、2016年10月24日、閲覧、エドモンストン、ニューブランズウィック。カナディアンクライメートデータ、エンバイロメントカナダ、2016年10月24日、閲覧、 フェスティバルジャズブルーズ D エドモンストン。エドモンストンジャズブルーズフェスティバル2020年5月6日閲覧。ありがとうございます。